はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。シーズン9年目の6月16日ですね。で、今季のロッテは、また調子を取り戻して、現在首位で、2位とのゲーム差は 4.5 ゲーム差となっております。で、その上を見ると伸び盛りっていう感じになってますけれどもまだまだこれから伸びていくんですかね。ミートが E、パワーが E の、走力 B の、肩が E の、守備が E という感じで、練習は今ミートを上げてるところですね。で、今年の年間目標が3割バッターで現在2割6分7厘なんで、ちょっと調子を上げていかないとまた年間目標の達成が危ないので、今日は練習をしません出かけます。北海道って何があるんだっけ。クリニックってなんか顔とかが変えられるんだっけ。ショッピングモールがあるんで、ちょっとショッピングモールを覗いてみましょう。ショッピングモールへようこそと。あ、なんか売ってんね。ヒノキ風呂500万円。ホームで休む時の体力回復量が少し上がる。欲しい。500万円か。とりあえずささやかなプレゼント買ってきましょう。あとは？あとはめぼしいものはないんで。でもさ、ヒノキ風呂とか、壊れないよね。さすがにさ、500万円。の風呂が速攻で壊れたらマジクレームものだよ。でもこのさ、ヒノキ風呂見る限り単なる木の箱だよね見た感じヒノキ風呂って感じしないな。大丈夫か。まあいいや、買っとこう。 OK。 北海道でさ、ヒノキ風呂購入してさ、千葉の自宅に取り付けるんでしょ業者さんも大変だよな。今日もフリーなので、じゃあ今日はどうしようかな。まあ遊びますか。読書と。今何あげてたっけ。なんかもう忘れちゃったな。いやらしい打撃とかだっけ。で、じゃあ日ハム戦ですね。おー、ちょっとこの4番5番6番のやる気のなさは何なんだまあ石川さんも微妙な感じだしな。まあやる気が下がっているよりはいいんですけど、できればね、好調以上でピッチャーは投げてもらいたいですよね。いや、456のただやる気のなさはかなりやばいな。あれ、今日誰、坂本だ1番は。あれ、奥井ちゃんどこにいた。全然チェックしてなかったけど。第2球、一塁ランナー。あ、これ微妙だな。うわあ、俺が振らなかったからか。いや、でもさ、サインとかよくわかんないしね。走るならさ、走るサインを出してもらいたいけど、そういうの一切ないからね。いいね、さすが。走力 B。ここはかなりいい感じで打席が回ってきたから。セカンドランナーちらっと見た。これは入ってくるか。一気に追い込まれたな。ボール、はっきりしたボール球。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた。あ、これは。おお、危ない危ない。抵抗カウント。第5球投げた。あ、これもボールですね。なんだかんだでフルカウント。投げた。これは。打ちました。ピッチャーゴロ。ゲッツーコースター。ゲッツーコース。危ない危ない危ない。とりあえず進塁だということで点を取ってくれましたね。あれ、これなんかめっちゃ打ってんな。俺だけ、もしや打てないの今日。これでも、高めのスクリュー。これも打てるっしょ。いや、ちょっとこのピッチャー嫌だな。あれ、これも入ってくるね。いやー、どうしようかな。振ればよかったかなっていう。直球は外れてボール。ボールカウント3ボール2ストライク。ランナー自動的にスタート。これはちょっと、今でもなんかさ、ボール球っぽくなかった。ボールは中継。まあでも走者一掃のタイムリー。よしよしよし。おお、ピッチャーも頑張ってるね。これから後半6回に入ります。今日はここ通算二塁打まで。通算二塁打っていうか、通算二塁打がいくつ。100。いや、めっちゃ二塁打は出るんだけどね。三塁打が出ないよね。三塁打が。8度目の猛打賞となった。マリーンズリードで迎える7回です。通算300打点もあと5だな。ストライク。まずは見送りました。
第2球。あ、これは危ない球。肩越しにランナー見た。おりゃ打ちました。いい当たり。さらに伸びていく。行かないか。ここの球場も結構でかい。まあただ大量得点だね。おお、最後誰打たれたの。石川さんをそのまま投げさせたのかな。まあ多分この点差だとセーブはつかないと思うんで。なんかセーブについて誰か教えてくれたような気がしたんだけど、もうすっかり忘れちゃった。あ、チーム連敗してたんだ。これは東條さんか。なんか俺おごってもらってばっかりだな、本当に。いいのかな。あ、なんかいったね。通算102塁打か。あ、102塁打って一応大記録ではあるんだ。9年目で102塁打か。どうなんだろうね。でも一応大記録って言ってたから、すごい記録なんだろうね。ソフトバンク戦ですね。お、なんだなんだ、オールスターか。そうか、オールスター、そういや奥井だよな。奥井をなんとかしてオールスターに出したいんだけど、とりあえずじゃあオールスターまで行きますか。もう6打数も回ってきたんだ。さすが2番バッターだね。まあ確かにね、チャンスメーカーがあるから1番バッターにしてもいい気はするんだよね。足が B あるから、まあ1番バッターでも起用されそうな気はするけど。ミートが上がりましたね。MVP の有力選手、そんなに打撃の調子いい今。まあ、ここで体力を回復して、どうなの回復量的に。あんまりよくわかんないな。でも給料1ヶ月分で500万以上は入るのか。まあ、ヒノキ風呂500万円。安いといえば安いっすね。ちょっとゲーム差がでも詰まってきたと思ったけど、また今日も勝ったか。そうか、セーブに勝てば、だいぶ、楽になるけど。おお、今日は7点取ったけど8点取られたっていうパターンか。ああ、スリットバットが 2.5 ゲーム差か。あれ、ミート上がるの早くない？で、ここで回復して、なんか結構回復してる気がするね。月間 MVP。え、今打率いくつ ?2 割8分か。一応上げてはきてるね。さあ、ここからミートがね、せめて D になってくれればちょっと違ってくるんだろうけど、なんだかんだで西武ライオンズと 1.5 ゲーム差ですね。だから、まあ、当たり前の話なんだけど、ロッテが勝って西武が負ければ、まあ、ちょっとね、余裕が出てくるっていう感じか。で、逆になるとなかなか厳しい。え、何？オールスターファン投票で上位と。おお、ミートがまた上がった。あれ、今ミートいくつ？おお、8対1か。おお、 0.5 ゲーム差ちょっと厳しいんじゃないか。10対4。うおー、首位陥落したんだけど。そして 1.5 ゲーム差か。これはオールスター戦以降の後半戦っていうの、それが重要ですね。じゃあ今日は兵庫にいるんで、兵庫の街をうろつきましょう。高級ブランドショップかなんだっけ、高級ブランドショップ兵庫って。てか一回も行ったことない。
ああフレグランスか。まあでもフレグランスもねすぐ効果切れちゃうからね。特に何をするわでもなく去ってった。でオールスター戦、これ誰今回で3回目のオールスターだな。多分パリーグの総監督なんだろうね。ああまた福田さん。うん、まあこれは普通に行きましょう。普通に増田さん。なんでなんで増田さんと知り合うとファンが19人増えるの。増田さんファンが来たのかな、こっちに19人あ大谷が投げますね今日は。あ奥井いるじゃん。奥井サードで、奥井も選ばれてるんだなやっぱり。俺の出番は今日は俺の出番ないっすね。まあ外野はね柳田秋山、まあそこら辺の強い選手がいるから、自分はね能力的に見、能力的にはそんな強くないですからね実際に。プロ野球ファンが待ちに待った夢の球宴です。阪神甲子園球場です。オールセントラル対オールパシフィック、オールスターゲーム第1戦の模様をお送りいたします。まあ、代打でも出番があれば。お、回ってきた。オールセントラルピッチャーオールパシフィックリードで迎える6回です。さあチャンスメーカーの力を見せてやると思ったら危ない危ない危ない。第2球、おお V スライダー、バッター追い込まれました。5か、やっぱり落ちるね。これはおお危ない危ない危ない、超際どい。ワンボールツーストライク投げました。オーラー打った、ちょっと早かったか。第5球投げた、うん、これはボールだよね。カウント2ボール2ストライクです。投げた、これは落ちる。おお。フルカウント。第7球を投げた、よし、あれちょっと早い。追い込まれていますがファールで粘っています。第8球、ここで粘り打ちとかがあれば。投げた、あこれ無理打った、当たり損ない。 V スライダーもな、下に落ちる変化球だからアウト、これで難しいんですよね打つのが。もう一回待ってくるかな。あ待ってきた。オールパシフィックリードで迎える8回です。こういうストレートをね、よしよしよし、入った入ったホームラン、ツーランホームラン。あれ今マリーンズの誰かがいたな、奥井ではない誰かがいた。お、もう一回待ってきた。岡田さん、これはあーでも、まずは見送りました。際どいところに入ってきたか。打った、引っ張った、スタンドに入りました。ファート第3球を三振か。あでもこれストレート、よーし、いったー、入った入った、ホームラン。今年の MVP はもらったぜ。オールパシフィック、あこれ誰井口監督か誰かがいたとか。さて本日のヒーロー、おー藤岡さんじゃないか。あれ藤岡さんがいたのかなもう誰が誰だか分かんねえや。2回ノーヒットに抑える好投。あれ俺の2ホーマーはどうしたの。藤岡さんの方がいいピッチングしたのか。おー奥井さすがだ。っていうかあれだな、ロッテ勢すげえな。まあ自分と奥井を含めてだけど。おーミートがどんどん上がるね。今ミートいくつだ本当に。あなんか誰かいなくなった。ヤクルトスワローズにトレードされました。あーそういうことね。ちょっと能力を確認して、一応ミートが D になってるけど、これなんだっけ、バットの能力も含めてだっけ。いやでもバットの能力含めたとしてももう完全に D になってんな。じゃあパワーを上げていきますか。強化項目、変更して、あここか。あやっぱりバット含めて53だから、まあバット含めないでちょうど50になってるってことは、まあとりあえず OK と。次は埼玉でやるのか。ちなみにオールスターの球場ってどうやって決まるんだ。今日は自分はスターティングオーダーに入ってますね。まあ8番か、
まあこのそうそうたるメンバーの中だからな。てか奥井3番っていうのもすげえよな。大谷が4番、ミゲルが5番と。多分ね、オールスターは、まあ、活躍度よりは多分能力で決められると思うんで、ちょっとオールスターが終わったら監督に電話して1番バッターにしてもらいましょう。やっぱりチャンスメーカーを生かすためにも。これだって取れてるでしょ。おお、ダメだったか。なかなかの絶好球だと思ったのに。オールパシフィックリードで迎える4回です。萩原これだ、よーし、いった、入った、ホームラン、ツーラン。どう、2日連続ホームラン。6回の裏、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。今日2なんかストレートしか投げてこねえな。ヒット、ボールは中継。あとはな、内野安打と走塁がつけば3塁打も打てるようにはなりそうだけど。オールパシフィックリードで迎える8回です。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。そうなんだよ、そのスリーベースヒットが出せないんだよね。ボール低め、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、打ったやつ。これで入らなくて、ああ、ちょっとね、やっぱもっと右の方に持っていかないとダメっすね。オーケーオーケー、本日4安打の大活躍と、名前が3回無失点。しかし MVP は俺がいただくぜ。てか MVP の副賞もね、そんないいもんじゃないからね。なんかもっと車とかくれてもいいと思うんだけど、あ、本泊とかあるんじゃないか。これ絶対決まるんだ。お、すげえすげえすげえ、いりませんとか。本当か、すげえな。いりませんって何、ファンが増えんのかな。ま、車はね、別に買えばいいし。じゃあ自慢のヒノキ風呂でちょっと休みますか。でもスポンサーからすると楽だよね。だって車1台をさあげなくて済むんだから。これはセリーグの MVP のあれか。じゃあちょっとまた月始め8月の1日までいきますか。なんか言ってたね。月間 MVP の予想か。さてこっからちょっと周囲を奪還しないといけないんで、あ、そうだそうだ、監督に電話するって言ってたね。ちょっとこれを忘れないようにしないとな。8月1日が来たらすげえ忘れてそう。さて西武戦、ここだな。ここの3連戦がめちゃくちゃ重要だ。おお、大勝大勝。さてここの3連戦勝ち越したい。頼むぞ。あー、負けたか。さあ3戦目、おー、負けたか。 2.5 ゲーム差。今日も負けてるね。3.5 ゲーム差か。ちょっと調子が落ちてきましたね。8月1日ちょっと監督に電話しましょう。7月度の成績は7勝11敗2分け。負け越してるね。高橋三成、野手がレアードで、お電話と監督。トレードを志願する、引退を申してる、世間話とか。監督もね、忙しいんだよ。こんなね、選手のね、世間話なんかにね、付き合ってらんないよ。まあ、打順を変更したいと。1番どう？おーい、マジで？期待できる成績？もっと打率を上げるっていうことか。1番で使っていく。そうだな。100打席。3割3分か。今3割も切ってるのに、ちょっと3割3分は無理だな。
盗塁が20個か。あーなるほどね、1番で出塁してでまあ盗塁しろと。なるほど、1番って厳しいな、期待しているぞって俺はそんな期待してない、無理だからなんて言ったって盗塁 G だからね確か。いやーマジ盗塁はできないでしょ。そうか、1番バッターってすごい人たちなんだなみんな。まあじゃあ自分は2番で打っていきましょう。坂本さん1番か、デリンジャー危険な名前のデリンジャーが先発ですね。しかもデリンジャーめっちゃやる気満々だったし。QVC マリンフィールドです。さてじゃあいつもの2番バッターでいきますか。まずは見送りました。第2球投げました。あこれは見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました。これ1球外してスクリューでカウント1ボール2ストライク。外に出して次が4球目投げた。危ない球、これは失投からのそろそろストレートが、よーし打ちました。痛烈入れば先制だ。伸びた、入ったね。 OKOKOK、15号か。2対2、第9危ない球。あポーカーフェイスなんでね。第2球投げた、顔に出さない。高めスクリュー外れてボール。2球目も外していきます。これは入ってくるか。ストライク。第4球を投げた、ほら OKOK。マリーンズこの回は2番からの好打順、今日3打点を挙げています。また投げてるね、粘りますね。もう5点取られてるのに4回で。アウトコース高め、ボール2球目も外していきます。さてチャンスメーカーの力を見せてやるいやーさすがね、こういう時に稼いでおかないと。3割3分とかマジ無理だし。マリーンズこの回は上位打線から始まります。今日は3安打もこれもいけんじゃん。初球打った、ちょっと振り遅れたか。センターバック、これはヒットになります。まあでもチャンスメーカーとしての役目は果たしましたね。ノーアウトの2塁、誰も続いてくれない、悲しすぎる。どっちかっていうとさ、これだけ見るとホームランバッターだよね。まあ、ただ通常のシーズンではあんまり打率は良くないけど、いやーこれ2塁打の数アピールできるな。大記録も打ち立てたし。おお、点に最後取られたね。おデリンジャー8回無四球被安打14、どうなのヒーローに選ばれるほどなの。まあ自分のね活躍はいいと思うけど、デリンジャーでも6勝してんのか。山崎が今抑えに回ってるんですね。西野さんがいなくなっちゃったからな。あとまあ抑えがどれだけ抑えてくれてるかだよな山崎さんが。これ誰、南さん、また追ってもらったのか。最近あまり他球団からマークされていないようだ。これ何なの じゃあ今日は地元でフリーなんでドライブに行きましょう。ドライブに、ドライブに行くと、まあ仲間しか乗れないよね。ちょっと一人で乗って、よし次のレベルが見えてきましたね。やっぱり車もらっとけばよかったかな。じゃあ8月の半ばまで行きましょう。 3.5 ゲーム差か、差は広がるばかりだな。勝てるときはねやっぱ勝てるんだけど、あと内野安打がどれくらい出てるかだよな。左バッターのとき結局内野安打も多分出さないと剥奪されますからね。まあまだ内野安打になってないからあれなんだけど。でまた7月10日じゃなくて8月10日からの西武3連戦、ここを勝ち越せるかどうか。
頼んだよ。4.5 ゲーム差。おー、負けてる。ちょっと3立てを勘弁してもらいたいけど。うおー、3立て食らった。 6.5 ゲーム差か。厳しいわこれ。あとはどれだけセーブが負けてくれるかだな。いやー、勝つね。楽天にはちょっと頑張ってもらいたい。いいね、ナイスナイス。じゃあ8月16日、その先陣は青バットって何すればいいんだっけ。安打を1試合に4本打つ、まあ不可能な話ではないからね。3連勝、よし。ちょっと首位奪還のために、おい、首位奪還のために一丸となるところが。二木、お前はどうした。坂本、三上、奥井、ミゲル、松浦、鳥羽さんが最近ちょっとあれだな、調子落っこってんのか。7番バッターって5番6番あたりにいても良さそうなんですけどね、能力的には。まあ、むしろ奥井が5番に入って鳥羽さん3番とかでもいい気もするんだけど、まあそこはちょっと井口監督の采配なんで。あれ、走った。今シーズン8個目の盗塁を決めています。8盗塁目か。アウトコース低め、ボール、カウント1ボール1ストライク。これはドロップカーブね。第4球を2つ目を持ってるのか。打ったこれ、オーケーオーケー。左中間大きいぞ、伸びる。まず1安打。そこからのチャンスメーカーで投げました、ストライク。スラーブ投球、これから2球目。あ、これは決まった。ストライク、いってくるね。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。これは、おお、怖い怖い怖い。わずかに内側、カウント1ボール2ストライク。これは、うわ、チェンジアップか、際どい。4打席回ってくるね、これは。今日2打点を挙げています。これも入れてくるか。第2球、投げました、高め、よーし、2安打目。チャンスを迎えました。さてさて、二股くんかな、これは。第2球、対左が F、 決まってストライク。第3球を投げました。うわー、フォークか。バッター追い込まれました。ちょっと下に落ちる変化球ばっかりだな。よーし、もらった。入った入った、ホームラン。第21号リベルさんがめっちゃ驚いてたけど。よーし。てかさ、自走者だけで今ホームラン何本打ってる。これ自走者なしだったらホームランどうなんだろう。こっからノックアウト。14対0って投げました。ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球はこれはスプリットか。カウントは2ボール1ストライクです。投げた、打ちました、いい当たり。どうだ、これは抜けないか。抑えた、中村タッチアップ。もうさすがに回ってこないよね、ここまで来ると。回ってきた。最後の最後に回ってきたんだけど。カットボールか。1球目ストライクから投げた。これは出るっしょ。危ない球。第3球を投げた。おおりゃ。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。たか。よし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 。さすがね、弾道さん。16対0とか。本日ファンかわいそうだな。本日4ホーマーの大活躍とか。おかしいでしょ。パワーいいだよ。パワーヒッターとかついてるわけじゃないからね。2期でも2桁勝利してんのか。すげえな。11勝で、今日は藤岡さんがセーブを上げていると。この点差でもセーブつくの。ちょっともう本当にセーブのあれがよくわかんねえな、条件が。これは成功。よしよしよし。おお、パワーが上がってくね。
そろそろ D になってもいいんじゃないか。ん、先陣の青バット2か。5分か。マンスリースラッガーが月間10本か。これ自走作をしないとマジ無理だからな。これ誰？22番の人。三平さん。こいつらほんとよくおごってくれるよな。ほんと可愛がられてるよね、自分。というところで、今の順位ですね。パワーはまだいいですね。1位が西武で、3.5 ゲーム差。で、8月の中盤なので、まあシーズン中に首位を奪還できるように頑張っていきたいと思います。ちょっと打率はまだ3割に乗らないですね。多分まあこのままいくと3割も厳しいとは思うんですけれども、とりあえずホームランは30本打っていきたいかな、という感じで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。